ですかね、バトルオブザイヤー世界大会で、ブレイキングの世界大会で世界2位になってます。うわ、はい、世界2位です。はい、そしてですね、もうジャパンダンスディライトのファイナルとかいうのもあるんですけど、いろいろあるんですけど、僕個人的にですね、この人がいなかったら、音ハメをするブレイキングのスタイルね、 B-Boy の音ハメっていうスタイルは日本になかったんじゃないかなと思います。はい、もうできてます。はい、じゃあちょっとやってもらいたいと思います。紹介しましょう。フラム大阪からカズ。イエーイ。You can call.